フトたくさん、こんばんは、ありがとう。あ、ありがとね、僕隊公演ね、明けおめありがとう、こんばんは、こんばんは、口までしますってとこ、こんばんはねえ、あ、44分届いた、今さっき届いた、そっか、ギリギリだったな。皆さん大丈夫ですか？大丈夫？あ、おみくじのやつありがとう、しごさんありがとう、こんばんは、届いたメールよかった、ごめんなさい、全然 SNS がちょっと昨日今日と、うん、あの今日もね、みんなにお休みしますってお知らせもできずにお休みしてしまったので、こんばんは、配信だけはね、したいなと思って、あ、本当、ひなしで帰ってきた、よかった。でもね、ちょっとね、余震も続いてるっぽいので、本当にまだまだね、何が起こるか本当にわからないので、もう身の安全が本当に一番なので、一番にから、あの、なんだろう、身の安全のことを考えて、その地域に住まれてる方は気をつけてください、本当に。こんばんは、こんばんは、防災グッズね、え、いや本当に大事です、防災グッズね、うん、いつ何が起こるか本当にわからないので大事、本当に。こんばんは、ありがとね、元日公演もありがとうございました、昨日は。ありがとうございました、こんばんは、ありがとうね、ありがとうございました、昨日は見に来てくれて、元日テンパってことでしか言えなかった一番受験、岡田受験で、ね、お見送りはね、一番になりやすいです、先輩といたら最後らへんなんですけど、そう、先輩と一緒に出てる花垂公演とかは結構最後らへんなんだけど、研究生で出るときは一番になることが多いですね、結構岡田、そうね、ユニットもそう、愛しさのディフェンス披露した昨日は、こんばんは、アイドルかと思った、え、羽田ね、飛行機のやつ見ました、自分も、もうびっくりした、恐怖ね、本当に。こんばんは、そうそう、 2.5 期生で54中最初じゃけん、あ、お見送りはね、初めになりやすい、明日こそ何もないよね、本当に、うん、本当に
ほんとこれ以上にね、被害も拡大しないことを本当に祈るばかりです。もうこんばんは。アイドルね、メジャル本当ユニット、でも自分もユニットね、ユニットシャッフルだったんですよ昨日の元日公演。ユニットシャッフルで いつもは交わらないメンバーが交わってたんですけど、自分もアイドルかディフェンスの2つやってて、アイドルかディフェンスのどっちかで私もアイドルかなって思ってたんです。アイドルっぽい、アイドルっぽいんかなと思ってたら、まさかのディフェンスで、え、糸井さんディフェンスだったと思って。でも 2.5 期の3人にはあずみんは糸井さんのディフェンスだよって言われました。アイドルじゃなくて。だからそっかと思って、めっちゃアイドルかなと思ってた勝手に。ねえ、ユニットの組み合わせ新鮮だったよね。大人あずみんだからかな。なんか個人的には僕隊のあの個人的にはあれが好きです。好き、あの好きでした、あの日暮らしのひーちゃんとさっちだったんですよ今回。ひーちゃんとさっちの2人が日暮らしやってて、あのなんかあのいつもはあの今まで一緒にやったことのない2人のメンバー、いつもはサッチーはリアチューってやってて、ひーちゃんはリオツンってやってるんですよ。だから初めての組み合わせであの2人がやったんですけど、2人っていうのもあってたのか、なんかマジこうあの日暮らしの後がディフェンスだから、袖でねこうずっと見てたんですよ2人の日暮らしを。だったらなんか見ててなんか交わることのない2人がなんかこの曲、ま、交わってしまった感わかりますか。交わることのない2人がなんか交わって、そう燃えた、ちょっと妄想してしまったひーちゃんとさっちーの日暮らしめっちゃ良かったよね。ね、普段なら交わることのない2人が特別にこの日だけは交わったみたいな感じ。エモい。なんかそう個人的にすごいなんかうわエモい、なんか素敵って思いました。言い方がでもそうじゃない交わる別の言い方、おかしいかな言い方交わることのない2人。ね、なんかエモかったよね。ちょっとなんかさ、なんか良かったよねあの二人の日暮らし、めっちゃめっちゃいいなと思った。リアチューとリオツンの日暮らしも見てみたいと思って。あ、1月4日に行う研究生公演、僕だ。あ、ありがとう、嬉しい、来てください、待ってる。お、初めて見てくれてありがとう、ありがとうございます。共演、いや共演、いやなんか共演っていうかなんかそう交わるってあれですよ、普通に交わるですよなんて言うんだろうなんか交わる、出会う、そういう妄想、なんかそういう二人に見えた。今までは出会ったこと、出会ってなんかこう一緒にならなかった2人が出会ったみたいな、もう何も言わんとこわかりますか、でもこの感じわかるでしょあの2人、あの2人のなんかエモさわかるでしょ、わかるでしょ、そういう意味じゃないんですよ、普通に
いやもういいねって話。ありがとう天使のくまちゃん。ザフル公園あるのかな、やってみたいな。わかるでしょ、メイドの時くるくるとイチャイチャしてる。そうだよ、イチャイチャしてる後ろでなんかそうイチャイチャしてる。なんかねこうくるくるに、あれもアドリブなんですよ毎回。あ、まりまりさん、あれありがとう、あのおみくじありがとう、こんばんは。あのイチャイチャアドリブなんですよアドリブ、アドリブイチャイチャで、あのなんかあのその日によって、てかレッスンの時はふざけてイチャイチャしてて、本番の時は普通にこうやってなんかこの首輪触ったりするんですけど、レッスンの時はアドリブイチャイチャしてるから、なんか抱っこしたり持ち上げたり髪の毛かき上げたり、こうやって突き押し合いっこしたりアドリブ、あれはねずっとアドリブイチャイチャしてます、うん、日によって違うんですよ。レッスンの時はふざけてる、あのイチャイチャ、そうこんばんは、アドリブイチャイチャです。コラボ配信そこが楽しみ、毎回じゃあ楽しみ。8日もね僕隊あるので、一番キンキン、そう1月8日の僕隊かな、見てください。あそこのイチャイチャ、こんばんは、待ってるね8日も。次は7日かな、自分が出る公演は花だれですね。7日の花だれ、7日です。あと8日、7日来てくれる、お嬉しい。今年はねいっぱい、うん、今年じゃないわ、1月多いから公演が、あ、ありがとうね見に来てくれて嬉しいね。7周年ツアーもね発表されたね、発表されましたね、びっくり。瀬戸内嬉しい、瀬戸内のツアー、研究生は一緒に回れるかな、どうなのかわからないし、その4月からだから、その時点で正規メンバーに昇格できてるのか研究生なのかちょっって感じですけど、3月までに昇格して、4月のツアーの時点では昇格正規メンバーになってたいなって思いますね。ツアー参加できるかな、回れるかな、昇格してたいツアーまでに。あ、じゃあちょっと15分経ったので壇上を読みます。13位、ポロンさんありがとう。12位リンくんありがとう。11位りょうちさんありがとう。10位たくあんさんありがとう。9位こうすけさんありがとう。8位三本の矢のサポーターさんありがとう。7位奈良西さんありがとう。6位りおさんありがとう。5位こうじさんありがとう。4位もりもりさんありがとう。3位北国のぽんたさんありがとう。2位くまねパパさんありがとう。そして1位はドゥルルルルルルルバンしんごさん。
ありがとうございました。ありがとう、ありがとうございます。じゃあ皆さん、ありがとうございました。ありがとうね、気をつけて過ごしてね。ありがとうございました。ありがとう、15分だけど見に来てくれて。じゃあ、ねなあずみんで終わります。せーのって言ったら、ねなあずみんって言ってください。せーの、なーにー、ありがとうございました。バイバーイ。